どうもミスアドライですけどね、今回はこちらでございます。はい、この選手でございます。中日ドラゴンズ京田陽太さんの動画を撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、今シーズンは本当に今京田さんがですね、いろんなことがありまして、まあ今はまだね2軍に落ちている状況ではあるんですけれども、中日ドラゴンズのショートは京田さんであってほしいんですよ。まあ持っているセンスと言いますか、まあ守備に関しては本当に日本でトップクラスだと、思っていますし、ポテンシャルっていうのはね、秘めたるものがありますので、京田陽太さんには本当に中日ドラゴンズの顔になってほしいというか、もう中心であらなければいけないと思っているんですよね。今シーズン戦う顔をしてないだとか、まあ成績不振とかね、まあいろいろありまして、結局今のところね、あまり活躍できていないですけれども、まあトレードとかね、変な噂も流されていますけれどもね、やはり僕は京田陽太さんに本当に復活してほしい、そして輝いてほしいと。中日ドラゴンズの優勝するためにはね、京田さんの覚醒がね絶対に必要になってくると思いますんで、今回はねその復活の願いも込めまして、京田さんの動画を撮っていきたいと思います。で、能力見ていきましょう。走力が78ということで、称号次第で走力 A は可能ですと。で、ミートパワーは CC、 弾道低弾道と、まあ、ここに関してはね、弾道に関しては正直低弾道じゃないなと思っています。京田さん結構ホームラン打つときはねすごい弾道で打つんで、まあ、ここは中弾道でもいいんじゃないかなと思うけど、まあここは低弾道と。で、守備の能力がですね79、前までは A 乗ってたんですけれども少し落ちていますと。捕球スローイング方もですね、もっと高い数字でやってほしいんですよね。まあ今の成績を見ると本当に仕方ないなと言った部分はあるんですけれども、本当に京田さんはこの裏捨ての部分をね、本当にオール A とかも目指せる選手だと思うんで、マジで頑張ってほしいです。で、特殊能力、超チャンスメーカー、流し打ち、走塁と。確かに京田さん1番バッターの時はね結構打つんで、超チャンスメーカーで、流し打ちはちょっとよくわからんけれども、まあ流し打ち走塁ということでですね、どっちか言うと京田さんはプルヒッターだぞと僕は思うんですけれども、まあ流し打ち走塁らしいですね。で、ガチオーダーに入るかというお話なんですけれども、僕は正直使いません。裏捨てを見る感じはやっぱり井端さんの方が圧倒的に上なんですよね。はい、これが井端さんの能力なんですけれども、捕球が S あって、スローイング B と、そしてね適正が80にあるということで、僕はショートに代打宇野勝さんを使うんで、スタメンで使うんやったらやっぱり井端さんの方がねいいかなという判断をいたしますんで、井端さん持っていない人からすると京田さんを特殊して A にして、そっから代打宇野勝っていう形が一番強いと思いますし、もし持っている人はね、荒木岩田しっかり二遊間固めてもらって、そっから代打宇野さんであったり立浪さんであったりっていう使い方が一番強いかなと思いますんで、今回は京田さんをねリアタイとして使用しますけれども、ガチオーダーで使うつもりはありません。ただしですね、スピリッツが4000で適性高いんで、やっぱリーグオーダーで使いたいんですよ。ということでね、まずは称号チャレンジしてからね、ランク戦の方でデビューさせていきたいと思います。それでは行きましょう。京田さんはですね、勝利の使者1点狙いとなっております。まあ、走力プラス2で走力 A 乗せるのもまあありかなっていう感じなんですけども、リアタイでね、今んとこ使うつもりはないので、勝利の使者1点狙いですね。で、極意書も集めたいんで、今回0枚チャレンジでいきます。前ね、福田さん0枚チャレンジで使者ついたんでワンチャンあります。さあ、音聞かせてくれ、頼む。あー、ラウンド感か。まあ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 、ぼちぼちですね。さあ、もう1回いきましょう。2回目ですけれども、ここもちょっとね、極意書は0でいかせていただきます。お願いします。まあ、ゼロでも死者たまにつくんでね、ほんまに。音聞かせて頼む。あかんか。あー、大砲か。せめて強心臓ついてほしかったけど。まあ、ラウンドガンにしときましょうかね。これでリアタイレビューさせていきましょう。それではランク戦やっていこうと思うんですけれども、今回見てください、これ。現役オーダーでございます。レフトアリエル、ライト岡林さん、セカンド阿部さん、サード周平さん、ファースト短期、キャッチャー木野拓というね、本当に完璧なる現役縛り。しかも、ベンチにはしっかり立浪監督が備えていますということで、現実のね、オーダーをしっかりと再現できたオーダーでございます。ということでね、早速このオーダーでランク戦やっていきましょう。それではやっていきたいと思います。久しぶりの現役縛りのオーダーですね。ちなみに現役だとこんな感じのオーダーバランスになっております。いや、適性普通に高いですね。まあレフトとライトの適性は仕方ないんですけども、岡林さんに関してはね、守備範囲えげつないぐらい広いんで、まあもうちょっとね、適性っていうのはシリーズ2で上がってくるんじゃないかなと思ってます。もしかしたらシリーズ1で通常追加もありえるかもしらんけれども、まあちょっとね、適性高くなるの待ちましょう。さあ、京田さんショートに守ってるんでね、できるだけショートゴロを打たしていきたい。オッケーオッケー、いいですよ。さあ、取って、京田さん。オーケー、周平さん。カバーオッケーです。カバー素晴らしいですね。あ、いいですよ。さあ、もう京田さんね、今2軍落ちちゃってるけど、はい、京田さん、うまい。もう本当に頑張ってほしいですよね。うん、やっぱ打撃成績がね、少し、
こう毎試合毎試合フォーム変わっているし、まあ迷いもあるしっていう感じでなかなかうまいこと言ってないけど、まあもともと侍ジャパンですよ。はい、侍ジャパンなんでね、ほんと頑張ってほしい。さあ1番京都さんいきましょう。チャンスメーカーですよ。1番京都さん、応援歌もねかなり大好きです。 OK、 チャンスメーカー結構強いな。普通に強いぞこれ。いやめちゃめちゃ打ちやすいし、え、京田さんめっちゃいいやん。ガチオーダーで使おうかな。さあ2番大島さんです。1番京田さん、2番大島さんっていうオーダーもねたまーにドラゴンズやってましたからね。はい、さあ2番大島さん、さあ大島さん低弾道なんですよ、セレクションの大島さんは。さあ阿部俊樹さんです。セレクションおそらくね阿部さん能力かなりアップして出てくるんじゃないかなと思うんで、すごく楽しみです。さあ京田さん盗塁したいけどな、ちょっとやめとこうか、キャッチャー肩強いんで。さあ阿部さん、うーん、差し込まれてる。さあ我らには4番にタンケがいます。はーい、タンケいっちゃってよ。次アリエルやから回していこうぜ。ターキーミス、いやー惜しいなー。タンケもね中村のりさんのせいでなかなかちょっとね出場機会が減ってきてるんよね、中日純正のゲームの場面では。あらら危ない、うーん、打線つながらず。さあ2イニング目柳さん頑張っていただきたい。お、京田さん、京田さん今のヘッドしないと、戦う顔でいこうよ今のは。うん、まあ戦う顔しとったね今でも。うん、やばい、取って大島、大島やばい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 、内野フライ打ってくれ。前進守備、嫌な予感、嫌な予感がした。あー大島さんも取れない。さあちょっとね2アウト2ストライクですけれど、火消しの谷本いっときましょう。はい、消防士出動です。さあタイピンチきました。これが火消しの谷本なんや、見とってよ。いいですよ、これ火消しの谷本ですからね。はい、この辺から入ってくると、あー火消しの谷本消化失敗した。よーし京田さん、オッケー。いやー4点取られたな、まあ大逆転しようか。さあアリエルさんとこの出ました。いや大逆転できるよ全然、こっからですよ、ミラクル8ですからね今。はい、オッケー、ミラクル8ですよ今。僕今8回裏やと思って攻撃してますから。さあ周平来ました、よーし、オッケー、繋いでいく。ミラクル8発動中。さあ、ここで打席は昨日ね、逆転タイムリーツーベースの岡林さんですよ。さあ、来ましたよ、これ。よーし、2-3、持ってきたぞ。何？まあ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 、ちょっと変化し、さあ、木野田君、頼むわ。よーし、オッケー、完璧。さあここでバッターは平田良介です。昨日素晴らしいフォアボールあったですからね、これ平田さんのおかげですよ昨日勝った。さあここでつないで京田が逆転スリーランあるよ、全然ありますよここつないだら。さあここでピッチャー交代、高梨、高梨対京田は嫌やな、もう現実で何回見たか。うーん、来えへんよな。いや、ここはね、打ちますよ。もうそろそろ克服できますからね、京田さん、高梨さんを。さあ、頼むわ。最後のバッターにはならんとってくれ。あ、よーし、あぶねえ、よくつないだぞ、よくつないだ、京田さん。なんでもいいんですよ、泥臭くいこう。さあ、ここでジャイアンツキラー、福田信正です。これ、来たでしょ、完全に。はい、来ました、チャンスパーヒー。これ、掘り込むよ。うー、もっとね、強打、回れ強打、よーし、いやー、ど真ん中やったな、今。さあ、阿部俊樹、頼む、決めてくれ。うわー、はい、ということで、ラスト試合行きましょう。横浜スタジアム来ました。この試合はマジで戦う顔しないとやばい。さあ、1番、強打さんですよ。さあ、ラスト試合、ちょっと強打さん、最後ホームラン打ってくれへんかな。流し打ち出ました。
頼むぞ。いやーめっちゃ、あれどこ守ってるん、セカンドどこ守ってんの今、えぐいって。めちゃくちゃ打ちやすいって言おうとしたのに、京田さん余裕でセカンドゴロになったな今。よーし、タンケさすが。さあ回れ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 。さあこれ京田さんも、もう何してるん、もうあかんわ最近。ソウル AI バグってるわほんまに。さあ木野田くんナイスバッティング。さあ最後京田さんほんまにいい感じで終わらしたいですね。ほんで京田さんの復活を祈ってね、お別れという形を作っていきたい。さあ京田さんに回せましょう。さあオッケー、これはノーアウト2、3塁で最高の場面で京田さん来ました。よーしオッケー、さあ行きましょう。ここでねタイムリー打っていただいて、ここで終わろう。オッケー、頑張れ京田陽太、ありがとうございました。